いただきます。どんなもんか。あ、name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stuck, that's a fact, yo. And if you think I'm running, you can run it back, yo. Go run it back. どうも、元気からジョニーです。今日も見直しに火をつけちゃうぞ。やってきました。はい、というわけで今回ですね、神奈川県藤沢市にありますラーメンひのきさんにやってみました。こちらですね、もうあの垂れ幕が下がっているようにですね、あのれんですね、このラーメンひのきさん、神奈川最強レベルの激辛ラーメンが、食べれるということで今回やっていくんですけども、まあ、お店の看板メニューがですね、辛味ラーメンということで、辛さレベルがね、全6段階に分かれています。で、今回ね、一応ね、マックスが、カプサイシンというね、レベルになっていくんですけども、なんとね、このカプサイシンに挑戦する前にですね、まずその1個下の辛さレベル、プレミアムというものを完食しなければこのプレ、カプサイシン挑戦できないということでね、今回ちょっとまあ、本番前のね、プレミアムこちらの方に、チャレンジしていきたいかなと思います。まあなんかね、プレミアムの関してはね、まあ、使っている唐辛子がイタリアのなんかペペロンチーノっていう唐辛子とかと、あとなんかバードアイとか、まあいろいろなね唐辛子を、まあ、ミックスして辛みを出しているということで、非常に楽しみでございます。それでは早速中に入っていきましょう。レッツゴー。はい、来ました。こちらが辛味ラーメン、辛さプレミアムということで、うお、なんかもう赤黒ですね、どす黒ですけども、うん、あ、非常にちょっと美しい見た目でございます。それじゃあ早速いきましょう。いただきます。さあ、辛味ラーメン辛さプレミアム、お手並み拝見ですよということで、じゃあまずね、スープからいきましょう。いただきます。結構辛かった。マジか。かなりパンチがありますね。入ってください。メンマ、もやし、ネギ、分厚いチャーシュー、様々入ってますけども、かなりパンチが効いてますね。こちらチャーシュー、分厚いね、これ脂身が。まあ、香ばしい。プレミアムでも結構辛いね。マジか。これカプサイシンになったらどんだけ辛いんだろう。カプサイシンまで辛みがいくと、なんかプレミアムの使っている唐辛子プラスカプサイシンパウダーとか入ってくるんですけど、これでも十分辛いわ。
溶けるわ。いやまあ余裕でもないですけど、結構辛いですね。残り、スープのみとなったので、ね、最後このスープを飲み干して、この激辛バトルにケリをつけたいと思います。スープのベースはね、醤油ベースなんですけど、そこにね、まあ、2割ぐらい、辛味噌を足して、スープを作ってるそうなんですけど、結構辛いね。ごちそうさまでした。それでは関西レベルの発表していきましょう。ラーメンひのきさんの辛味ラーメン、辛さプレミアム辛さレベル、ジャララジャン辛さレベル8です。8です。はい、いや結構ね、いやちょっと想像以上に辛くてちょっとびっくりしたんですけども、これスープをこう一口飲んだだけで、ね、口の中がビシビシバシバシしばかれるような、そんな痛みにそそられます。そそられるじゃねえや、ビシバシビシバシしばかれるようなそんな感覚です。はい、いや結構辛かった。この上の辛さ、拡大心があるっていうのをね、ちょっと考えると、なんとも恐ろしいラーメンかなと思います。まあ一押しはね、チャーシューで、本当に香ばしくて、脂身たっぷりのねチャーシューが本当に美味しく、食欲が、爆上がりでした。もしかしたらこう胃袋がチクチク通過するかもしれないんで、これね食べる前は牛乳とかヨーグルトを飲んで、挑戦する方がいいかなと思います。それでは本日の最後もご視聴いただきありがとうございます。この動画がよければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。激辛ブログ、ツイッター等々も更新してますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。あっちょ